昨日夕方福岡県那珂川市で帰宅中の小学生の女の子が猿に噛みつかれ両足にけがをしました警察によりますときのう午後5時半ごろ那珂川市山田の作田のうなで公園で小学生の女の子が両足を猿に噛まれたようだ山の方に移動していったと通行人から通報がありました女の子は小学校高学年で公園で遊んだあと 一人で帰宅していたところ70歳くらいの女性が猿に襲われていたため追い払おうとして近づくと両足の太ももを噛まれました女の子は病院で治療を受けけがの程度は軽いということです中川市では猿の目撃情報や被害が相次いでいて見かけても近づいたり目を合わせたりしないよう注意を呼びかけています